クールさん、金魚ありがとう。うわー、こうやって見て見てください。最悪、見てほしい。なんかついてる。今ね、配信前にメイクしようと思って途中までしてて、で蓋を開けた状態で間違ってこうやって振っちゃったんですよ。したらもう壁とかいろんなとこにインクが飛んでしまって、もう始まるの本当は12時から始めたかったのに、12時の少し前にこのペンをね振ってやらかしてしまって、今壁のお掃除といろいろ服とかに全部飛んじゃってやらかしてた。配信始まったらここにもついてた。最悪です。もうあちこちにインクが飛び散って、みんな気をつけてください。ちゃんと振るときはキャップを閉めてからしてください。分かってると思うんですけど、ショックです。配信終わったらお掃除頑張りたいと思います。こんにちは、マクールさん、吉田さら、偽物さん、藤岡猫にゃんさん、いっちゃん、金魚、おたけさん、バラ、ソイカラさん、ハート、いっちゃん、アイスレモンさん、真空犬さん、カメさん、花火、ラクさん、だるま、サッタン、お断りです。コカジアさん、尊い、ありがとう。一粒の麦もしさん、一尺玉、ひろし BKK さん、三寸玉、トニーさん、タコ花火、ミックさん、アキモさん、金魚、真空犬さん、だるま、ありがとうございます。はあ、今日はそんなショックな出来事からスタートです。悲しいよ、もうメイク、あ、見て、まだついてた。最悪だよ、ほら顔にも飛び散るって、どういうこと、悲しい。絶対他にもある。あ、首にもついてた。絶対気づかないと。びっくりした。耳にも入ってると思ったらほくろでした。普通にほくろだった。もう怖い怖い、もう怖いです。しんちゃんさん、さんちゃんだよ、金魚ありがとう。しゅんぼうさん、花火、徳島のひーくん、ハートギフトありがとう。こうじさん、ハート、テキサスのロースターさん、バラ、のぎんさん、金魚ありがとう。ふくちゃん、お疲れお疲れ。もうショック。顔には多分これは普通にニキビ跡、春にできた、3月にできたやつのニキビ跡が違う。これはほくろ。あとは大丈夫かな、大丈夫そうです。ショックだよ。服を1個置いてたんですよ。ボタンが取れてて、ボタン縫い付けようと思って目の前に置いてた服にも飛び散ってて、ね、洗濯回さなきゃ、ショック。あとね、この子にも、このシナモンとクロミのハーフみたいな子にも飛んだ。悲しい、悲しすぎる。お疲れ様です。こんばんじゃない、こんにちは。パイノミさん、花火、ロデムさん、金魚、センパチさん、花火、ありがとうございます。めちゃめちゃショック。いやでもメイクのペンだから油性ではないので落ちると信じてます。だって顔にメイクしても落ちるじゃないですか、クレンジングで。っていうことは早く落とせばいける。この壁のやつも多分歌マロでいけるんじゃないかなと思ってる。どう思う？歌マロが一番強いですか？こういう汚れ落とすときって。歌マロちゃん。ジンさん、バラ、クアドリさん、一寸玉、間違った、三寸玉、ありがとう。ムさん、ハート、ありがとう。こんにちは、どうも。ちょっとメイク途中までさ、途中までやってたけど、もうなんかこれで全ての気力が失われました。あ、ハイターがいい。マルヒノさん、金魚ありがとう。
りもりさん、花火ありがとう。これは何かっていうと、何のペンがこうやってピョンって飛んだかっていうと、あの涙袋を描くやつなんですけど、あまりにもね出なくって、インクが。だからこうやって振って使おうと思ったら蓋が開きっぱなしで気づいたらこのこっちの、この下の方も飛んでるし、この上に振った方も飛んでるし、ピョン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 って全部に飛んでて、さっき壁のこの辺とかまで全部もうダルメシアンみたいになってて、ショックだよ。ミックさんハート、大吉さんかわいい、ありがとう。悲しいよ。やらかしました。久々のポンコツエピソード。アルテミスさん、金魚ありがとう。食。ゆうちゃん、金魚ありがとう。ね、久々失敗。パシェらしい。パシェらしいですか？そうだよね。数々のやらかしを。そうですよ。おね、でもなんか締めになってるからさ、怖いよね。ここ賃貸なわけじゃん。賃貸の壁の汚れって超怖い。この些細な汚れがいくらになってしまうのか、アイス何個分なのか、とっても怖いです。クアドリさん、花火、かまちゃん、金魚アイス、アルテミスさん、バルーン、ジンさん、ハート、ありがとうございます。楓さん、金魚ありがとうございます。歌まろ頑張ろう。この些細なやつを許してしまったら、もう今後どん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 汚れが溜まってね、どん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 どこどんどこ溜まっていってしまうので、こういう些細な使いをちゃんとこまめにきれいにしないといけません。ということで、メイクしながらおしゃべりします。ちょっとまつげに美容液を塗ります。美容液、まつげ誕生。本当に黒い部屋に住んだがいい。いや、黒い部屋ってさ、汚れ分かりづらそうだよね。どうするんだよ、そういう退去の時って。退去のそのさ、費用とかを見る人もさ、分かりづらそう。はい、まつげが生まれました。まつげちゃん、あ、ほこりが目立つの黒いと。あ、確かに車とかもさ、車も難しいですよね。私も車買うときに、黒は汚れが目立つってやったけど、白も目立つじゃないですか。黒も白も目立つじゃん、どっちにしろね。超難しいよね。剥がせる髪髪、剥がせる壁紙とともに、この壁紙も取れそうな勢い。このお家、このお家取れそう。なんか過去にメンバーが壁紙を剥がそうとしたら壁が剥げたみたいなの言ってるの聞いたことあって怯えています。黒は夏の車内温度やばい。あ、確かに日を集めちゃうか。そうだよね。しんいちさん、花火、金魚、てきのこさん、かわいい、ありがとう。いでさん、ハート、ありがとう。うわ、確かに黒は大変とか言って、私今日黒い服着てる。黒い服を着てしまいました。これはあのリバティエイジさんとパセリのコラボのやつです。しょっちゅう着ています。
クマを消します。クマを消していくどん。やばい、スポンジを向こうに置いてきちゃった。立ち上がるのがめんどくさい。あそこにあるのに、目の前にあるのに、あっちの向こうに置いてきちゃった。指で、指でやっちゃえ。あ、よかったよね。確かに黒い服で、今日白い服着てたら終わってた。わあ、不幸中の幸いってこういうこと。でも一着服が犠牲になりました。おい、熊隠し。忍法熊隠しです。いや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 。はい。こんにちは。なんか最近日焼けをするじゃないですか、夏だから特に日焼けの時期じゃないですか。だからね、だんだんメイクのこういうコンシーラーとかが合わなくなってきて、色が白いの買いに行かないといけません。わあ、買ったよ。みつさん、金魚ありがとう。フジポン、響さん、ハート、G2 さん、三寸玉、ありがとう。こんにちは、皆さん。みんなは今日はまだそういう失敗エピソードないですか？みんなの最近の失敗エピソード教えて。パセリの失敗エピソードを聞いてもらったので、みんなのも聞きます。ここで供養してください。失敗供養。どうぞ、みんなの最近のやっちまった話。私の予想は、みんながよくやりそうな、みんなというか世間的に多そうなのは、やっぱりお盆とかで、その帰省とか旅行とかのシーズンだから、そういう交通機関系のトラブルというかミスは多そうだなって思ってる。交通機関の予約間違った、日付間違ったとか時間間違った。現地とオンラインどの商品買っちゃった。え、くれるの？パセに買い取るよ。買い取らせて。私もグッズ、あの息をする心のアクストを今度のマイカの時に買おうかと思っている。さっき間違って高いギフトを投げてしまった。やばい、リアルタイムすぎるでしょ。それは返品しようか。返品しますよ。スプマンテさん、三寸玉、シーチさん、ハート、ありがとう。え、職場にロッカーの鍵とセットになった家の鍵を忘れて家に入れなかったこと。もうめっちゃ失敗じゃん。どうしたの？大丈夫だった？野宿？この暑い中？冷蔵庫開けっぱなしにしにして食材がやられちゃった。もうそれも大ごと。仕事のメールを全然違う人に送った。大ごと大ごと、やばいやばい、大ごと。ラーメンをこぼした。まだ可愛い、まだ可愛い失敗。え、みんな結構やらかしています。誕生日配信を寝落ちしました。ああ、私もで、私ですら見たのに。何やってんの。ケーキ食べてたよ、アイスケーキ。なんかくす玉割ってた。急にサングラスみたいなの駆け出してくす玉割ってたよ。何寝落ちしてんの。サチタン七七の配信でしょ。はあ、家族がたまたま家にいたので開けてもらいました。あ、よかった。熱中症になりかけたけどアクエリアすごい美味しかった。ええ、もう心配。もうアクエリアスとポカリはさ、熱中症とかだとより美味しく感じるって言いますよね。あと OS1 もさ、普通の時飲むとあれだけどみたいな言うよね。やっぱ塩分とかが入ってるからか。眉毛が濃いです。喋りながら描いてたら濃くなりました。あ、髪で隠れるので OK。 眉毛濃い、眉毛濃いめです。
電解水、あ、ある、あるよ、あるよ、持ってる、百均に売ってるやつでよければある、それで落とそう壁の汚れ、助かる。 G2 さん、金魚と花火ありがとう。 OS さん、普段から美味しい、え、マジ大丈夫、普段から脱水症状じゃん。ちょうど今失敗したこと、会社の食堂のコップを割ってしまった。ねえ、大ごと、しかも視線集めちゃう、そんなん。無事ですか、怪我しないようにね。焦るよね、割っちゃったりすると。二次災害にならないようにね、手切ったりしないようにね。ひどっちさん、花火ありがとう。猫を驚かせてしまった。何をしたの、気になる。一輝さん、だるまありがとう。気合で足を直したから明日公園行くよ。気合で治るもんなんや。気をつけてきてね、無理せずね。気合で直した、もう根性で生きてるよね。なんかさ、根性で生きてる人多くないですか。根性、涙袋ができました。えい、爆誕。 OK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 。 コウさん、金魚、スケオさん、花火ありがとう。そういう大塚製薬、大塚製薬って本当に万能。この前はあのノーマルのカロリーメイトをね、いただいたんですよ。フェスの時に1人2箱ぐらいもらったから。昨日スーパーでチョコレート味も買った。ちゃんと備えようと思って、備えようと思ってチョコレート味もゲットしました。無印のさ、非常食みたいなののチョコレートの食用感みたいなやつを買いたかったのに見つけられなくって、無印行ったけど売り切れなのかな、バズりすぎて。なんかすぐ SNS でバズったらなくなるじゃないですか、なんでもね。美味しいの、じゃあ食べる用と備える用でいっぱい買わなきゃ。チョコのさ、チョコの羊羹みたいなやつ、あれ買いたい。売り切れなのかな。でもどの店に行っても、どの店に行ってもね、あのね、薬局とか行ってもドラッグストアとかさ、スーパーとか行っても売り切れてるの多すぎて、売り切れてる商品見たら、あ、みんな備えてるんだっていう商品がどん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 数が少なかったりして。うん、失敗しました。失敗した、アイライナー失敗。水買えなかった、水まで。ごめん、え、どうなんだろう、私オートミールできとるからな。なんかでも SNS で見るよね、お米が。でお米がある地域とない地域あるみたいな、うちの地域は全然ありますって書いてる人もいたから、でも新米の時期じゃない、もうすぐね、新米が出るよ。おいし、水一人一本、そんな制限があるの、この夏に。すぐ喉乾くのにね。やっぱさ、こういう時じゃなくてもう前々からちょこちょこ集めとくべきなんだよ、そういうね、備えるものは。
10キロまでしか買えない。え、制限ってこと？お米を買う人ってさ、スーパーでやっぱ車ないと不便だよね。ネットで買うしかないのかな。私はおばあちゃんがお米育ててるから、お米はいつもおばあちゃん家でもらって帰ってたんですけども、運ぶの重たいよね。そうなのよ、お米でもらう代わりにね、お手伝いとかも、お母さんとかも夏休みになるとお手伝いとか、そういうゴールデンウィークもお手伝いとか、仕事ない日はお手伝い行ったりしてもらってるから、やっぱり働かざる者を食うべからず。ピョーン、稲刈りで住んできて、稲刈り使い物になるかな。私、ご指導よろしくお願いいたします。米の箱が目立ってる。じゃあみんな取り寄せとるんか。お取り寄せ、やすしんさん、金魚ありがとう、まるさん、しんいちさん、花火、こうさん、お断りです、といさん、音符ありがとう、ビーディーマンさん、花火ありがとう。いや、稲刈りはしますよ。田植え部でも稲刈りしてたけど、もう私は田植えはまだいいんよ。で、稲刈りっていうのは稲と稲の間にクモの巣がめっちゃ張ってて、それがもうトラウマ、わーとか言ってクモ、もうクモとアリが私はとても苦手なのでね、昨日の配信を見てもらったら分かる通り、もあの騒ぎようですので、私は田植え部の時もクモの巣を見て心の中でギャーギャー言うてました。ギャーギャー言えないからね、心の中では騒ぎまくり、ウェー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 って思って稲刈ってた。雲、もう雲を見るたびに思い出すのが、前にアリを食べる友達の話したと思うんですけど、あの学童保育にアリを食べる友達がいたんですね、同級生に。あの、あ、この前少量話した教頭先生とかと喋ってる時に笑いすぎて、あの廊下で前歯折れたお友達、もうエピソードの宝庫で、その子で、その子が愛梨を前食べててね、小学生の時に。で、その子のもう一個の機構があって、クモの巣に木の棒をこうやってこうやってやって綿飴を作るっていう、綿飴を作るみたいなの見たことがあってね。やばいでしょ、元気してるかな、その子。本当に会ってないんですけど、そうなの。あの前に私にマスカラを教えてって、私が STU に入ったっていうのを知って、知ってからマスカラを教えてって、マスカラ情報を聞いてきたお友達、多分覚えてる人は覚えてるエピソードかもだけど、その子、その子なんですよ。エピソードの方向しかない。そう、全員会ってないよ。みんなさ、私が STU 入ったのが22歳なんですけど、もうその前にみんな大学とか短大とか就職とかでさ、県外に出ていくから、あの成人式でちょびっと会うけど、特にさ、特に話すこともなくみたいな、ちょっともう会ってません。アシーさん、金魚ありがとう。
んにちは。そうだよ、もうこの子のエピソードはこれ以上増えない気がする、会わない限り。こんにちは。そう、みんな県外に出ていく。県外。私も県外に出てる身だけど。どっかで再会しても気づかないかもです。顔がもうさ、みんなわからないよね。なんか成人式とかでもさ、わからなかったりするじゃんね。成人式の時のエピソード。成人式はその子と会った思い出っていうか記憶がないから、もしかしたら会ってないかもなんですけど、また別のそのもう一人さ、私の誕生日にあの自分のアクスタとか送ってくる友達と私は成人式に行ったんですね。そう、行って、その子は高校で初めて一緒になったから中学校が別やったんよ。で、向こうには友達がいるわけじゃないですか、中学校とか小中の。ということで私は知らないギャルのそのデッカちゃんだけど、デッカちゃんのギャルの友達に会うことになって、当時の成人式当時の私は引きこもりなんですけど、引きこもりの私がギャルの初めて会う初対面のギャルの友達と会って写真を撮るっていうミッションがありました。全然会ったこともない子と記念撮影でした。思い出なんか多分気まずいからさ、私だけ知らないじゃん。向こうはそのギャルのお友達2人とその私の友達1人で喋ってて、私がこう後ろでずっと待ってるから「え、一緒撮ろうよ」って言ってくれたんやけど、私はもう気まずくてどういう感じにしたいか分かんなくて、みんな髪もなんかやっぱギャルだから明るいんですよ。で、私21ぐらいで初めて髪色が黒から変わったので、本当にずっとアイドルになりたかったから、アイドル黒髪でやりたいってずっと思って、ずっと染めてなかったのでね。だから本当に黒髪の赤い着物のなんか七五三みたいな私とギャルの4人の写真があります。初対面の名前もわからない子の写真があります。私の成人式エピソード。ミックさん、バラありがとう。そうよ、黒髪、そう、七五三みたいな写真だから、私成人式の写真どこにも出したことない、見せれません。お疲れ様です。どうも。そうよ、あとはさ、お母さんが、私のお母さんって友達多いんですよ。あの、私と同級生のお母さんとか、あ、妹いるから、妹の同級生と私の代にいるそのお母さんと仲良かったりするから、そういうのでお母さんに撮りなさいみたいな感じで言われたことを撮ったりした。もう私に撮ったらね、その時はもう苦痛だったね。今はさ、写真撮るじゃん、この活動してると。でも当時写真を撮るっていう習慣がなかったから、もう恐怖でしかなくて、写真を撮るって、そういう思い出です、私の成人式エピ。こんにちは。みんなの成人式エピソードも教えて。どんな成人式でしたか。どんなんだった。
にちは。行ってないです。あ、いや行ってないぜ。もういるよ。成人式行かないで飲み会だけ行きました。あ、私の逆だ。逆です。真逆だ。成人式だけ行った。40年前。40年前の成人式ってどんな感じなんですか。やからの格好してってました。いたよそういう人。なんかさ、成人式に向かう時、お母さんの車で送ってもらったんやけど、なんか名前、自分の名前の書いた旗をつけた車とかバイクとかがその会場の近くにいて、もうビビり散らかしてた。うわー怖いよーって、怖いよ怖いよってなってたら、パトカー来てた。うわ恐ろしいよ。ビビりまくり。本当にいた。私の地元だけ。嘘。でも私はテレビで北九州の成人式を見たことがあったから、あ、全然やっぱこんなもんないよみたいな思ってたんよ。違うんですか。もう北九州の、よくさ月曜から夜更かしとかの番組で北九州の成人式紹介されるじゃないですかね。だからそのレベルを想像してたから、一組しかいなかったの、そのちょっとやんちゃそうな方々が一組だったから、ああ結構少ないもんなんやとか思ってたけど、やっぱ違うんか。北九州今でもあんな感じなんかな。憧れるのか。すごいよね、森神とか。でも伝統みたいになっててね。こんにちは。みんなもなんか面白いエピやったら教えてください。面白いエピ。こんにちは。沖縄もの、やっぱ地域によって違うんか成人式。黒歴史がない、いいじゃんいいじゃん。私は黒歴史だらけ。顔にシール貼ったり、半額シール貼って配信したりとか、そういう成人してからの黒歴史。黒歴史だらけ。横浜は二部制で、横浜アリーナ、アーティストやん。二部制なの？昼公演夜公演？すごっ。二部制だからあるん？すごっ。二部制なんてとんでもない、規模が違いすぎた。へえ。でも千葉はさ、ディズニーランドでやるんでしょ。夜の校舎窓ガラス壊して回ってる人がいた時代だけど、成人式はおとなしかったよ。治安、とんでもない治安の中育ってきたの。なんで成人式はおとなしいん、その人成長したんかな。マレーシアで日曜日に ST のライブ見てから ST が気になってます。わあ嬉しい。マレーシア行った組なの。どうでしたか。美味しいものあった。
私はねマイキューさんのメールを撮ってるので、マイキューさんのメールを見て、おお、マレーシアってこんな感じなんやっていう情報を得てました。マイキューさんメール、こんにちは。すごいね、横割り成人式アットジャム。あ、みんな帰ってきたんかも、メンバーも。おかえりなさいだ。おかえりだね。パッちゃん、あいよー。はいよ、はいよ。マレーシア、どんな料理？何料理？どういう系？日本で馴染みのあるやつで言ったら何なんだろう。帰ってきてよかった、無事に。ね、飛行機が7時間だったっけ？ 7 時間の旅。お疲れ様でしたね。わあ、私も海外行ってみたいね。パスポートないけど。パスポートないけども。ちょっとチークとかさ、チークとかいろんなものを向こうのテーブルのとこに置いてきてしまって、ちょっと取りに行く気力が起きませんので、メイクはもう中断です。中断なり。パスポート取りに行かなきゃ。今から帰るとこです。じゃあ今クアラルンプールから配車見てくれているの。ハワイ行くために撮りました。ハワイいいな。アサイーボール。ハワイあっちそうだ。ね、そう STU 最近海外多い。そうなのよ。マイキューさん全部の海外仕事行ってるイメージです。詳しそう。飛行機の乗り方、私国内でも緊張するのに荷物検査むずい。荷物検査でいつもなんかあたふたする。やばい、どうしようどうしようなって。メイク取りに行くのも大変のに、パスポートはハードル高すぎ。本当だよ、パスポート取っておいた方がいいのかな。そうだよね、メンバーがさ海外行くってなったら、せっかくならその機会に一緒に行きたくなるよね。一緒取りますか。私なかなかさ取りたいのに、なかなかこう行こうって気を起こせなくて、気持ちをこう取りに行くぞって気合を高められなくて。いや、作ってた方がいいよね。怪しまれて別室に連れて行かれる。それあれじゃん、仰天ニュースみたいな。違う、世界丸見えの、世界丸見えでよくある空港荷物検査のやつ。海外どこ行きたい？もう韓国、台湾とか香港とか、まずは近くから行く。絶対に近くから行かないと私はもう迷子になって帰ってこれない。迷子になって充電も切れて、ああもう終わりだってなって帰ってこれなくなりそうだから。観光客がいっぱいいる、日本人観光客がいっぱいいるところにまずは行って、で慣れてきたらだん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 違うとこ行く。丸見え、世界丸見え、すごいよね。毎週さやってる番組とかって、そういうネタ集めとかすごくない？あと私がすごいなと思うの、ヒルナンデス。ヒルナンデスってさ週5やってるじゃないですか、月曜から金曜まで。で2時間やってるよね。2時間番組で週5あってさ、ロケの映像めっちゃあるじゃないですか。すごいよね。ね、ロケ、しかもロケを10分ロケ放送するってなっても、何時間も撮影したり移動があったりすると思ったら
もうね、生放送の時間以外もずっと働いてるじゃん。ポケット Wi-Fi 持っていかないととんでもない請求される。そう、私もね、昨日の夜寝る前にそれを考えてたの。海外行ってそういうやつちゃんとしてなかったらとんでもない目に遭うよなってちょうど考えてたの。昨日なかなか寝れなくてそういうこと考えてた。いや怖いな、私やらかしそうやなみたいな。繋がってると思ったら繋がってなくて、なんかとんでもない請求金額見てビビり散らかして泣くだろうなみたいな思いながら寝た。メンバー大丈夫なのかな、ちゃんとしてるかなとか思って寝た。良平さんありがとうございます。そうそういうこと考えてた。みんなも気をつけよう。最近充電の減りが早くて困ってる iPhone の。困りまくりです。新幹線とか乗るからかな。新幹線とかってトンネル多いから電波を探しとるから減るのかな。携帯触ってなくてもさ、あ、カメラ撮影するからかな。怖いな。もし私が海外行くことあったらみんなでリマインドしてください。パセリちゃんと携帯の管理するんだよって言っといて。あ、曜日担当。あー、そうか、やっぱそうだよね。一人じゃ無理だもんね。スタッフさんいろんな人で作ってるのか。昼なんです。モバイルバッテリー、そう、モバイルバッテリー必需品。必需品。でも携帯をもし買い替えるとなったら変わっちゃう。充電器のタイプが変わるのでそれも気をつけなきゃ。よくね、メンバーがマネージャーさんに充電器借りたりするときにサイズが合わなくてそう、違くて困ってるところ見るんですよ。やっぱ機種によって違うじゃん、ね、なんで急に変わったんだろうね。 iPhone の充電 C タイプなんで C タイプになったんやろ急に。パチャン。はい、あと iPhone のボタン、みんなはボタン欲しい派ですか、ボタンいらん派ですか。あの押せるやつ、今はなきボタン押すタイプのやつ。最初はボタン恋しかったけど最近はもうボタンないのに慣れちゃった。あのあれを使ってます、あの動くやつ、動くさ半透明みたいなやつを使ってる。わかる？あ、これって見せようと思ったけど通じない。あるじゃん、あれピューロロロって動かせるやつ、あれやってる。まだボタンついてる。ボタンちょっと今度見せてよ。ボタンない方がコストダウンできる。え、そうなの？へえ。マー君お断りです。いや、わかる、指紋認証便利。なんかさなんか寝起きとかの顔で顔認証を通るときと通らんときがあるんよ。むくみすぎてると顔認証が通らないんですね。で、私の iPhone は iPhone のさ顔認証は正面からやってもダメなんやけど、多分私が登録するときにこの角度で、この斜めの角度で登録しちゃったっぽくて、このなんか二重顎のアングルだと通るんですよこうやっていつも二重顎アングルでしか解除されなくて、こうやっていくらこう決め顔、自撮りの決め顔でこうやってイエーイってやっても、そう、
そう NG なんだよね。なのでいつも二重アングルでやってる。そうめっちゃ難しい、いろんな角度でやってる。学習しないからね、毎日同じ繰り返し。マスクしても認識される、すごいね。もう目元がそっくりだったらどうするんやろ、気になる気になる。なるすっぴんでも通る、寝起きでも、メール送るときとか、おはようメール送るときすっぴんでいつもドキドキするんですよ。今日もドキドキした、普通にあのこの下からアングルの二重顎アングルでも通りました。え、確かに双子、ザ・タッチさんは通るの認証でスマホ間違ってさ、楽屋とかでザ・タッチさんとか双子の方がお家とか楽屋とかでこうやってスマホを間違って撮ってこうやって認証しても通るんか。怖っ、こんにちは。不思議がいっぱい。あ、双子なの。双子だから通るか試したいけど、兄に冷たくされたら嫌だからできない。ちゃんと許可取ってやったらいいじゃんだって。なんで無断でやる前提ないよ。暗証番号、あ、入力。入力式ね。 NGT 劇場の入場は顔認証。え、そうなん。え、最先端すぎん、すごっ。ほんと Z さん、たまやありがとう。すごいね、顔認証で劇場入れるの。じゃあ毎回この人は何回来てるみたいなチェックされとるの。機械認知されるよ。 iPhone のバッテリーは 2,3 年使用か500回フル充電か交換目安。500回フル充電ってもう秒でいきそう。500回、365日のうち1日2回充電したらもうアウトやん。意外と少ない。え、みんな顔認証なの？ STU は？ STU 顔認証じゃないでしょ？いつかなるんかな？じゃあみんながめっちゃむくんどったらどうなるか教えてほしい。むくみの時、例えば公演の前の日にその仲間たちとお酒とか飲んでいっぱいラーメンとか締めに食べて、次の日の早朝とかのお昼の公園で顔認証通るか誰か検証してください。しんちゃんさん花火、 Z さんアイス、神代さん三寸玉、マチャルさんお断りです、マー君お断りです、クロムさんハート、神代さん金魚ありがとう、シーチさんだるまありがとう。ね、むくみって結構顔変わるじゃないですか。私今日左目むくみ、検証結果待ってます。顔認証ゆうぴょんありがとう、かわいいありがとう、ハートもありがとう、ありがとうございます。わあもう1時になるね、1時までにしようかな。常にむくんでおけばいい。確かに常にむくんどいたらもう怖いものはない。松花堂弁当さんハートありがとうございます。エブリデイむくみ、みんな午後からも頑張りましょう。今日も意味わかんない話ばっかりしちゃった、なんかもう
意味不明な話いっぱいしちゃいました。わあ。フレーベさん、金魚ありがとう。みんなお昼ご飯食べたのかな。何食べようか迷ってるからなんかアドバイスください。お昼ご飯の昼ご飯参考メニューをください。おはぎ、おはぎ食べたの。サンドイッチ、ラーメン、いいね。ナシゴレン、ナシゴレン最高。ナシゴレン大好き。ナシゴレン恋しい。最近公園のお弁当にナシゴレン出なくなっちゃった。もう 2,3 年食べてません。2年かな、2年ぐらい食べてません。一時期はあんなにナシゴレンだったのに。ナシゴレン、カツ丼、カレー、海鮮丼、カレーライス、辛ラーメン、カレー、お好み焼き、チャーシュー麺、肉じゃが、コロッケ。うわー、冷やし中華、冷やし中華おしまいじゃない。もうそろそろね、悲しい。冷やし中華大好きなのにコンビニにあまり出現しなくなるじゃん。ナシゴレン、やっぱ丼多いのかな。丼とかカレーとか麺とか。今ローソンで悩み中。ローソンは、私はローソンいつも何食べるかっていうと、おにぎり、あの熟成たらこのおにぎりと、あと阿波踊り、阿波踊りの徳島の阿波踊りの五目ご飯のおにぎり、私のよく食べるやつ。あとはローソンでよく食べるのはサラダチキンのあのほうれん草のやつと細長いやつと、もう一個サラダチキンのオリーブ&チーズみたいな、オリーブ&チーズみたいなやつと、何食べるかな、ローソン、唐揚げくんレッドかな、よく食べるの定番かな。豚肉は夏バテ対策になる。え、そうなの？豚肉買いに行かなきゃ。豚肉、豚肉。おみかんさん、ファイトありがとう。セブンは野菜スティックをよく買うよ。あと梅おかかのおにぎり、と昨日メールで送ったトマトのサラダ、もうどこにも売ってないトマトのサラダと、あ、しめ鯖、300円のしめ鯖いつも300円と思いながら、でも美味しいから買うと思って買ってます。しめ鯖ちゃん、あとタコ、タコブツ、タコブツです。うん、ローソンのおすすめもう一個ありました。ローソンのおつまみコーナーにあるあのイカ軟骨イカ軟骨とスイカ、お酢のイカのスイカ、おすすめです。あとはクリーム玄米ブランの80キロカロリーって書いてあるやつ、あれ美味しい。あとね、あとセブンイレブンは熟成焼きイカみたいなやつ、セブンの熟成焼きイカ、タコブツ、しめ鯖のこの3個はだいたい同じ並びにいます。おすすめ。あとはアイスコーナーかな、一番は、一番アイスコーナーがおすすめです。うん、イカタコ、やっぱなんかそういう海鮮系好きかも。
うん、イカ軟骨美味しい。ファミマは何食べるかな。ファミマはね、ファミマスイーツを買うな。なんだろうか、なんだろうか、なんだろうかね。でもやっぱアイスコーナーは行くよね、どのコンビニ行っても絶対アイスコーナーに行きます。うん、アイスコーナーです。イカ軟骨とかはもう高校生、中学生ぐらいからもう私のお母さんが、お母さんお酒飲めないんですけど、そういうおつまみ系がすごい好きだから、中高生ぐらいから一緒になんかスナック菓子とかそういうおつまみ系を一緒に食べて育ったら、私も好きになってしまいました。もう1時？あ、1時だ。終わる時間だよ。みんながお昼休憩終わる時間ですよ。軟骨、食べたくなった。どうしようかな、お昼、お昼ご飯悩みます。耳が、おー、いいね、止まらなくなっちゃうよね。おつまみ系って罪深いよね、癖になるもの。喉も乾くけど。お疲れ様です。みんなこそお疲れ様だよ。私は今日は何もしてない。今から壁のお掃除が始まります。配信前にこのペンを振って壁を汚してしまったので、これからお掃除タイムです。膝にもついてるじゃん、私膝にも飛んでる。あ、手にもついてる。ここにもほら、これ。怖い、気づかないとこにも飛び散ってそうで怖い。頑張るね、お掃除。みんなも午後頑張っていこうね。体調に気をつけてくださいよ。でもこの生誕祭でもらったこのお花たちにはついてなかったから安心です。よかったです、奇跡。ありがとう、お昼見てくれて。めっちゃ今日ボサボサ。髪の毛も頑張ろう。それでは配信を終わりたいと思います。壇上に行きます、行きます。13位トニさん、12位ミックさん、11位カエデさん、10位ジンダイさん、9位サンちゃんだよ、8位アルテミスさん、7位ミツさん、6位シンちゃんさん、5位クワドリさん、4位スプマンテさん、3位ゼットさん、2位一粒の麦もしさん、1位ジーツーさん、ありがとうございます。みんな配信見てくださってありがとうございました。それでは今日はこの辺でまた夜配信いたします。ありがとう、私のなんか日常すぎる話とかに付き合ってもらってありがとう、本当に。ではまた夜会いましょう。体調に気をつけて午後も頑張ってください。頑張りましょう。ありがとうございました。